演舞開演。どうも、ホンスタードーナツのプレミアム抹茶ドーナツの中から残ってる3種食べたいと思い、まずは2種のポンデーと思いましたけど、やっぱりこちらの宇治抹茶ホイップから先に行きたいと思います。ホイップ去年あったはあったんですが、これとは違ったんですよね。ではいただきます。君だって一員なんだから、たまには前に出てきなよ。いや出して。さっくり軽いドーナツ生地の上にあるチョコレートがしっかりした食感を出していて、そこから抹茶の旨味が口中に広がります。中のクリームも軽くてすぐにスッと溶けてしまうのですが、それが抹茶の味を口中に広げてくれて美味しかったです。さて続きましては、三つ目のポンデリングの抹茶からやっぱりいきたいと思います。やっぱりミスターノーナスといえばポンデリングですよね。そして今回の主役の抹茶、こっちから食べないといいし、ま、これも確か去年もあったんですが、去年とよりもさらにパワーアップしているということなので楽しみです。いただきます。と思いましたけど、まずは深みを見せて改めていただきます。君は相変わらず鉄板だね、このもっちり感。去年よりも生地にも抹茶が入ることでさらに抹茶感がパワーアップしています。もっちりとした食感もあって、噛み応えがあると同時に抹茶をうまく感じることができて美味しかったです。さすがはポンデリング。そしてラストはこちらのポンデきなこ、きなこですね。こちらもちょっと黄色くて香ばしそうな香り、そして中にはいや、こちらも抹茶では。いただきます。心配しなくてもちゃんと食べますから。抹茶尽くしだったさっきのものとは違って、こちらはきな粉の香ばしさが入ることで味に変化を出し、それが深みを与えていますね。抹茶感は弱めですが、その分きな粉の香ばしさも加わって美味しかったです。でもやっぱり一番は昨日のシュードーナツかな。あの食感はポンデリングよりも抹茶に合っていた気がします。もちろんポンデも美味しかったですけどね。こうしたコラボレーション、ドーナツまた食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。